それでね、もう他にもね、本当に多彩な、ね、チームになっておりますので、こちらのね、予想対決にも注目していただきたいと思いますが、そのクライマックス3チャレンジの第1戦にもなっております。12月31日大晦日の一番ですね、1戦、教科書、はい、こちらはですね、ファン投票によって出走する馬が決まってくるレースですね。はい。さあ、そのね、ファン投票の結果もね、ここでご紹介しておきましょうかね。はいはい。はい、ファン投票。岩手版ね、グランプリなんですけどもね、はい、最終結果が出ました。はい。1位が東北キング、うん、2位がロストコルサ、うんうん、3位が神のヌボー、4位がアスペクト、うん、5位がコアレスランナーの順でした。はい。ただね、3位の神のヌボーなんですけども、ちょっと客不安が発生してですね、自重しました。そうですか、それはちょっと残念ですけど ね昨年優勝したんでね、ちょっと2連覇期待かかったんですけど、自重だそうです。なるほど、はい。で、1位になりました東北キングを管理するね、はい、桜田光三調教師さんにもお話を伺ってるんですよね。聞きましたね、はい。まあ、とにかくね、去年からの成長は本当に素晴らしいものがあったと、うん、で、まあ、ここ数戦はね勝てないんだけども、まあ、常に馬券対象になった点がね、まあ、1位に選ばれた理由ではないかと言ってました。うん、なるほど。で、なんと、うん、予定では4頭出しなんですよね。うん、あ、小僧厩舎は。そう。すごいですよね。これちょっと、おそらく過去にないです、例が。さあ、そして2位のロストコルサの管理されております。はい、そうですね、ダービーグランプリからちょっとレース間隔空いたんですけども、はい、もうびっしり攻めてると、お、もう乗り込みは万全だそうです。で、ダービーグランプリはね勝ったんだけども、まあ、調教師的に、千葉工機調教師的にはですね、太めだったんではないかと。へ、ですから今回はシェイプアップして臨みたいという話ですね。はい、じゃあそちらにも注目ですね。注目です。はい。そしてその桐花賞、まだね、今このお話ししている時点では枠が確定しておりませんので、はい、注目馬という形になりますが、それぞれにね、はい、挙げていただきたいと思います。それでは見てみましょう。ドクトルの注目馬は東北キング、ロストコルサ、そしてコアレスランナー。はい、うん、まあ、ロストコルサね、とにかくダービーグランプリ強かったですよね。はい、強かった。うん、このレースなんですけどね、まあ、やっぱりロストコルサの強さもさることながら、村上忍騎手のね、騎乗も素晴らしかったですよね。はい、西野ファイターとね、ロストコルサのマッチレース、そこからね、一旦西野ファイターから差し返したんですけど、また伸びて快勝と、うん、レース後ね、菅原勲騎手もね、このレースは村上忍騎手素晴らしかったと絶賛してました。はい、村上忍騎手がね、ね、はい、あとは、まあ、なんといってもこの桐花賞3年連続で3歳馬が優勝してると、うん、はい、で、おそらく一番人気になりますからね。2年連続今、もうロストコルサ勝っちゃったんだね。まだね、まだ気が早かったよ。早かったね、うん。まあ、とにかく3年連続の期待かかりますからね、3歳馬。何さらっと言い直してるんだろう。はい、期待ですね。じゃあまずはやっぱりロストコルサに注目ですね。そして横転さんの注目は、はい、横転さんは東北キング、ロストコルサ、祭りのガッツも入ってますが、はい、うん、まあ、人気サイドにプラス穴馬を1頭入れようという感じでね、なんかこう選んでみたんですけどもね、まあ、やっぱり東北キングですかね、ここで触れるべきは、うん、今年は1年間ずっと、まあ、重賞オープンの重賞戦線で活躍して、グレードルースにも出ました。うん、まあ、前走はちょっとですね、まあ、2500m、距離が長かったのかもしれませんが、うん、最近は以前は結構ずぶい馬だと言われてたんですけども、最近は積極的に動くっていう戦法を持っておれるようになったんで、2000m、今だったらそんなにこう水沢の小回りだから 2000m だからっていうところで資格はないんじゃないかなという気はしますね。うん、まあ、この時のトーキングは競り合い制して強いですよね。うん、まあ、これが東北キングの、まあ、真骨頂ですよね。こういう競り合いに持ち込んで、まあ、競り勝つっていうのはですね。でもね、最近の感じだとね、早めに自分から動いて、その気になればこう突き抜けるレースみたいなのもね、できると思うんですよね。だからね、ちょっとこう面白いんじゃないかなと思いますね。なるほど。そしてフルヤッチのね、注目馬も挙げていただいております。ロストコルサ、コアレスランナー、マイネビント、さらにジョーモルデュー、
はい、うん、まあ、その中ではジョーモルデューを取り上げたいと思うんですけども、はいはい、この馬は中央から北海道に転入してきて、転入初戦のコソモバロック記念を豪快に差し切ったんですよね、うんうん、で今年は北海道競馬の重賞戦線で常に上位争いを演じてたんですけれども、桐花賞を目指して、今月に水沢の菅原勲厩舎に転厩と、はい、で24日に、転入初戦を迎えたんですけれども、この時は2コーナーでちょっと落馬する馬の直後にいて、そこで一旦ブレーキを踏まざるを得なくなってね、差し届かなかったという競馬にはなったんですけれども、菅原勲調教師にしても乗っていた斉藤雄一騎手もあれがなければもう突き抜けてた可能性は高いという話で、ちょっと残念そうでしたがね、はい、まあ、連投で桐花賞というのは予定通りなんですけども、その負けただけに選ばれるかどうかというのを心配してたんですが、記者選抜で、ジョー・モルデューは入りましてね、はい、なんとか桐花賞に滑り込んだということになりましたけれども、このレース記者選抜結構頑張るんですよね、ですね、去年は3着4着ですから ね、 ですよね、過去に優勝経験もあります、はい、さらにね、また面白くなったんじゃない、このジョー・モルデューが参戦するということで、ですよね、まあ、とにかく私もコソモバロック記念見たんですけど、もう大外一気すごかったですからね、あの時が道原のダートなので、道原のダートだと前残りのイメージあるんですけど、この馬は、まあ、やっぱり中央デビューの馬ですから、時計の速いダートというのは全く問題ありませんし、あの新潟の1008ですけれども、トランセンドの4着という競馬も経験してるんですよね、それはすごい、ね、今の馬場にも、水沢の馬場にも、多分大丈夫だと思います、ね、で前回よりは距離も伸びる点でずぶさがある馬ですから、あの距離延長は大歓迎ですしね、はい、確かにずぶいとこあったよね、楽しみですね。さあ、そしてですね、そのね、8チームの皆さんにもそれぞれ注目馬挙げていただいていますので、ご覧いただきたいと思います。読者さんはマイネビント、はい、そうなんですよ、あの女の子でしたよね、うん、この子ね、そうです、あの夏女かな、夏娘かなと思ってたら、はい、冬でも頑張ったこの間 の強い競馬を見て、もちろんロッソコルサは買います絶対、はい、それはもう別格として、うん、次にって思った時にちょっとマイネビントを頑張ってほしいなと思いまして、で、あの戦力から一気に前走2500って距離が伸びてもあれだけの競馬ができるっていうのはやっぱりもともとのポテンシャルがあるからこそできると思うので、ちょっと期待したいな、女の子だけど、ね、期待したいなって思います、はい、そして庄司さんがすごいですよ、ゴールデンドロップはい、ちょっと穴狙いなんですけれども、すごい穴狙い、うん、ま、あのグランプリレースっていうことで、はい、ま、有馬記念と連動説で、はい、はい、で、まあ、ロッソコルサー3歳馬で、まあ、ゴールドシップという位置づけにして、で、まあ、東北キングがルーラーシップとして、はい、じゃあオーシャン、ん、オーシャンブルーを探せという感じで見ていったら、なんとね、デュランダル3区がもう1頭いたんですよ、はい、はい、有馬記念はステイゴールドワンツーだったんで、はい、こちらのゴールデンドロップ、うん、まあ、ちょっとクラス的に ね、あの下のクラスなんで厳しいですけれども、あの横転さんのデータで3着に来る馬はね、人気薄が突っ込んでくる可能性もあるという話だったので、しかもこのゴールデンで金も入ってますね、うん、そうですよね、今年の漢字金ですから、はい、はい、いろいろとそんな感じで穴狙いしたいと思います。なるほど、それぞれにね、注目馬もあります。まだね、枠が確定しておりませんので、確定した後の各チームの詳しい予想買い目については、29日までに勝ちそうチャンネル特設サイトにアップされますのでね、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。ということで、もう対決もね、注目ですけれども、注目していただきたいですけどね、ね、はい、対決、そして世代交代になるか、いろんなテーマあるよね、うん、そうです ね、うん、ね、この後は最後はね、あのクライマックス3のチャレンジは1月13日の統計2世記念の日に8チームが水沢競馬場に集結して現地で勝敗が決まるということですのでね、うん、ぜひ皆さんも統計2世記念の日は一緒に盛り上がっていただきたいと思いますし、はい、さらに皆さんもね、参加することができるということで、私たち8チームのうちどこが優勝するのか予想をして楽天スーパーポイントがもらえるキャンペーンを開催中です。締め切りは12月30日となっていますので、お早めにね、サイトにアクセスしていただいて、クライマックス3皆さんも楽しんでくださいということで、桐花賞、そしてクライマックス3についての情報をお伝えしました。ドクトル横転さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ウェルアリサチャンネルでした。
楽天競馬で馬券を買うとポイントがたまる。楽天スーパーポイントがたまる、たまる、たまる、たまってお得。しかも地方競馬全勝に対応。楽天